のピアノ奏者。オーストリア・ハンガリー帝国支配下のブダペストの生まれ。7歳でマルギット・バローとクラーラ・マーテーにピアノを習い、9歳で人前で弾くようになった。その後、フランツ・リスト音楽院でアルノルト・セーケイとレオ・ベイネルの訓導を受け、1938年に卒業している。在学中よりライプツヒでロベルト・タイヒ・ミュラー、ウィーンで パウル・バ・インガルテンの各種のレッスンを受けている。1946年にパリに移住し、国際的な活動を展開。1963年にはロックフェラー研究所の招聘により、ニューヨークタウンホールでアメリカデビューを果たしている。パリにて死去。イルヒューニード、R.A.V. リビア。マジャール・ネームゼ、オリジナルの2018年3月30日時点におけるアーカイブ。 http://www.peep.as/.eq0eqd752018 年3月30日閲覧。d b r f d i s c o g s ハットリビアレブ。2013年1月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年1月4日閲覧。ありがとうございます。